はい、マリオカート練習していきますよ。もうちょっとね、コテンパンにやられたってね本当にちょっと練習してこいよ。じゃあちょっとね、あんまりマシン変えるってちょっと基準が自分の中でなくなっちゃうんで、ちょっと基本的にこいつで行って微調整しながら行ってみようと思います。なんかこのタイヤが追加された。この辺もな、この辺の微調整もまたいろいろあるんだろうけど、ベンツのタイヤ迷うよね、こういうのね、迷うな。いや、これでいこうか。 OK。 んで、とりあえず50からこの星あるじゃん、これを全部3個にしていこうかなと思ってます。今キノコカップ、フラワーカップがいけとるんで、スターカップ行ってみようか。コースに関してはね、練習とかしてないんで、いけるかどうかわからないんですけどまあ最後に多分やった、一人でこのコースチャレンジした時よりはおそらく上手くなってるんじゃないかなと思うんで、まあちょっとね、ちょっとやってみましょう、とりあえず。あ、じゃあ早かった。ちょっとロケスタのタイミングもまだ練習してないけどね。まあやりながらね、掴んでいこう。こんな感じでいいですよ。あんまり気合い入れすぎてもね、危ない続かないんでね。50? あ、落ちる。50じゃけね、そんなすげえ変なことせんとけばいけそうな気はするんじゃけど、どうだろう。あー、やっぱ50だったらいけるね。なんか、50なら、遅いもんな、やっぱな。なるほどね。よいしょ。まあ、とりあえず50で制覇して、100、150とやっていこうかなと思います。本番はやっぱ150だと思うんで、ちょっと早くね、そこまでいけるように練習しながら、行ってみたいなと思います。やっぱ曲がるタイミングとかも150とは全然違う。待って、さ、全然違うもんな。ちょっと、早めに150を練習できるように頑張りますよ。まあまあ、まずはやっぱ50からよ。ここの曲がるタイミングとかもね。なるほどな。お、危ない。危ない。なるほどな。よし。よいしょ。いける。問題ないね。問題ない。50cc は。まあちょっといろいろ練習しながらだな。まだ練習にもなってないかな。この感じだと。50はでもいけそうな感じだな。
よっぽど難しくなければ。ああ、いけるいける。この辺、あ、これで、あ、こういうことか。なるほど。もうコースも徐々にね、慣れていって、おー、来た来た。コースも徐々に慣れていきたいね。え、どうなってる？ああ、そういうことか。おー、そういうことね。はあ、はあははあ、うわ、どうなってんのこれ。うわ、怖っ。え？ああ、あ、ピンか。おお。よいしょ。お、急流が。危な。不思議なポーズだな。よっしゃ。よいしょ。うん、今んとこ問題なさそうだね。あ、なんかあっちの方も行けるんか。おお、あ、そこをなっとったんか。怖め。危ない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 。よし、後ろはおらんね。わ、なんか来た、なんか来た、なんか来たよ。来てんのか。危ない危ない。この角度か。結構。うわ、危ない、危ない。うわ、マジか。うわ、最悪だ。結構近くまで来てんのな。え？おらんけど。ああ。よし。オッケー。次ファイナル？どうだっけどうだったかな。あ、ファイナルっぽいよね。あ、違った違った違った。あ、すごい。あ、ミスった。さあ、そうなんやね。もう、何？フレンド対戦するときにさ、いろんなコースを各自が選んで、得意なコースをね、選んでやるじゃん。だけちょっといろんなコース、できるようになっとかんとね、俺もね、危ない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 。面白いコースだね。不思議なコースだな。やばい。結構近くに来てんの？こんな近くまで来とるように見えんねんだけど。めっちゃなんか飛んでくるもんな。近いんか。
あ、おるおるおる。マリオがすぐ一緒におった。結構気抜けんな。50で言うてな。あんな。うわ、またか。コインばっかりじゃん。おっと、やばいやばい、小さくなった。さあラストか。お、キノコ。うわ、マジかよ。なんかいいの出んな。うわ、お、もう終わる。うわ、マジか。うわ、危ねえ。危な。ギリギリだ。はあ。よし、次がラストか。まあ、早くね、50cc は終わらせたいよね。50cc は早く終わらせたい。よし。50cc と 100cc で、とりあえず、コースは覚えて。んで、150cc をちゃんと練習したいね。滑る系、気をつけんといけんの。おーっと、もう滑る感覚をちょっと、あぶね。滑る感覚を慣れとかんといけんの。わー、え、あるんか。おお、これは石か。ああ、これ使えばよかった。よいしょ、早い早い。さて、なんかちょうどいいとこにない。あー、使えんかった。難しいな、タイミングが。こいつの近くで使ってみよう。おお、そういうことか。なるほどね。おわ、さあ、ファイナルアップ。コインかよ。
やばい、変なとこ投げた。うっと、大丈夫か。もう大丈夫か。オッケー。はあ、いやー、いいね。よかったよかった。このミーバース使った時ってさ、なんていうのかな、マリオとかクッパとかだったら、なんかこうマシンによってさ、あ、マシンじゃないわ、そのキャラによって特徴ってあるよね。多分スーファミの時はあったり、今のってどうなんかね、あるんじゃないかなと思うんだけどさ、ミーバースどうなんだろう、その辺ね。おー、ハンコを手に入れた。別に投稿はいいかな。よし、じゃあ終わりますか。はい、ありがとうございます。